智子が進む道。一番最初の高く険しい山を越えるには。虎に翼。智子はなんとなくですが、自分の進むべき道が見えてきました。法律というものがあることは知っている。だけど、読んだことがない。読めたとしても理解できない。何を言っているのかさっぱりわからない。だけど、これだけはわかる。自分の住む社会は、すべて法律によって縛られているということ。智子は法律の世界に飛び込んでいくことを決めました。しかしそれには、とても大きな山が立ちはだかっている。母という高く大きな山。第4話のお話は、智子は頼りになるはずの父、直子とも役に立たず、母、春に女子部について話す機会を見つけられないでいた。その間にも、花江と直道の結婚式が間近に迫ってきていた。花江から式まで静かにしておくようにと念を押され、智子は賢く振る舞うことを計画する。けれども、重要な瞬間に男性の隣で静かにしている女性の役割に、智子は心から納得がいかなかった。結婚式が終わり、ついに智子は母、春を説得しようと決心するが、ロビーで穂高教授が声をかけてきた。穂高教授は父の大学時代の恩師だったのだ。智子を見かけた教授は、君は合格だから、と。智子の背後では、母、春が鬼の形相なのか、智子は恐ろしくて確認ができなかった。第4話は、このようなお話になるようです。智子の時代は、男性を立てるという社会でも、反対なことは反対、嫌なことは嫌と言える社会でもあったようです。特に智子の家では、父、直子がとても優しい性格というのか、母、春がとても頑固なのか、どちらにせよ、猪爪家では、子供の将来は母が握っているようです。第3話では、雄三に弁当を届けに行ったことが、智子の運命を変えることになるとは。日本の法律では、結婚した女性は無能力者。大学の教室から漏れ聞こえたのは、彼女がずっと疑問に思っていたことです。失礼な発言に彼女は思わず大声を出してしまいます。授業を邪魔して怒られると思ったけれど、偉い感じの人はそれほど怖くなかった。大学の教授らしきその人は、法学者の穂高重親。彼は腰を痛めたようで、桂葉藤一郎が代理で講義をしていました。穂高は彼女がもやもやしていることに気づいたようです。言いたいことがあれば言いたまえ。教室にいたのは男子生徒ばかり。この中で女性の立場について意見を述べるのは相当勇気がいることでしょう。でも智子はいつも通りでしたね。彼女は少し緊張していましたが、疑問に思ったことを話します。女性は無能なんて言われれば、智子でなくても、女性なら誰しも腹が立つ。猪爪家では、春に逆らえる人はいません。家を取り仕切る母は、皆に頼りにされています。法律上で、結婚した女性が無能力というのは
どういう意味なのか。結婚した女性は、準近地三者と同じように、責任能力が制限される。準近地三者というのは、確かな判断ができない人。しっかり者の母が、そんな風に言われるのは、聞き捨てなりません。ありますよ、責任能力。智子は、桂葉に反論します。自分の家では、お金の管理なども、母が責任を持ってやっている。彼女が必死に反論する姿を、男子生徒は馬鹿にして笑いました。雄三は法律上だけのことと、智子をなだめようとします。とんでもないことになってしまった、と彼は焦っていましたね。財産の利用、負債、訴訟行為、贈与、相続、雇用契約を結んで働くこと。妻は夫の許可なく、これらを行うことはできない。桂葉が言ったのは、春が法律に違反しているということなのか。智子は素直な疑問を彼にぶつけました。家事や家を取り仕切ることは、法律上は何も問題はない。智子はそう言われても、とても納得できません。それでも母は、無能力者と言われるのですか？彼女が問いかけると、男子生徒はまた笑い出します。皆、法の常識を何も知らない彼女を馬鹿にしているようでした。桂葉は彼女を馬鹿にすることなく、生徒を叱りましたね。彼はクールですが、悪い人ではなさそうです。こんなすっきりとしない顔のままでいては体に悪い。穂高はまだ納得できない顔をしている彼女を講義に誘いました。法の上ではすべての国民は平等と言っても現実は違う。女性の立場の低さについて正直な疑問をぶつけた智子。穂高はそんな彼女に興味を持ったのかもしれません。法律の講義を聞いて、智子が分かったこと。自分が結婚したくない理由。女ばかり損をする理由。公の場では、スンとなってしまう母が嫌な理由。智子は、その理由が法律にある、と感じたようです。彼女の中で、ずっともやもやしていたことが、はっきりと見えてきました。はて、と彼女はよく言っていましたね。正体のわからない苛立った気持ち。それは、女性の立場が低いことに、自分が納得していなかったから。理由がわかれば、何かできることがあるかもしれない。智子は目を輝かせ、穂高に語ります。この時彼は女子専門の大学の法律学科を創設しようとしていました。穂高は智子の意欲を見込んで、明律大学女子部法科に誘います。日本も女性の弁護士の教育が始まろうとしていました。穂高と桂木にこのタイミングで出会ったのは、彼女にとって幸運だった。雄三に弁当を作り忘れたおかげで、智子に結婚以外の道が見えてきました。私みたいに優秀な子にふさわしい場所なんですって。彼女は直子とを説得しようと必死の思いでしたね。直子とは娘の意思を尊重したいようです。でも彼は春に意見が言えなかった。やはり猪爪家では母が主導権を握っています。女学校の先生は進学には反対でした。女学校の先生を演じていた女優さんは、朝一の鈴木アナウンサーの
同級生ということ。鈴木アナは今日の放送で初めて知り、とても驚いていましたね。直子との協力で大学に願書は出しましたが、春の許可は取っていません。父が説得してくれるものと思っていたのに、直子とはなかなか春に言い出せない様子です。親友の花江からも待ったがかかり、新しい道への扉はまだ完全に開きません。花江は結婚するまで春の機嫌を損ねたくない。直道に一目惚れしていたのは彼女の方だったようです。好きな人との結婚をうまく運ぶまでは、智子に行動を慎んでほしい。彼女はのんびりしているようで、しっかり考えていました。本当は女性というのはたくましい生き物なのですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。